いいギタリストの竹下敦です。今日ご紹介するのはですね、黒沢楽器さんオリジナルのティアドロップ型のピックです。はい。でこちらのピックは、なんと70円。安いですね。こちらがね、ギブソンさんの、これも黒沢楽器って買ったんですが、こちらは、三角型、おにぎり型と呼ばれているピックです。何が違うかと言いますと、ちょっと弾いてみますね。こういう、ラウドネスさんの、フレーズですね、有名な。フレーズが弾きやすいです。先の尖ったピックだと。でこちらのおにぎり型だとやはり弾きにくいです。弾いてみますね。今のところもつれたでしょ。どうしてもね、弦とピックが絡まりやすいんです。こういう、こういうね、ちょっとルーズな感じのものは三角型の方が弾きやすいですし、こういうね、こういうフレーズはやはり先が尖ったピックの方が弾きやすいです。